国道6号牛久土浦バイパスのつくば市高崎校区の様子です。県道148号から見てみましょう。ここは現場の南入り口です。北を見ます。雑木林の向こうに道路建設の現場が見えます。まだ水たまりが残っています。ここはボックスカルバートです。ボックスカルバートの隣に工事用の貯水池があります。ボックスカルバートのあたりは盛り土になりました。工事看板の北側は更地が続いています。11月は工事休みです。高崎校区はつくば市高崎からつくば市大井までの区間です。ここまで盛り土が終わりました。国道408号につながります。この区間ができると牛久市稲荷川の区間が始まります。牛久土浦バイパスが完成するまでにはかなりの年月がかかると思われます。